こんにちは、青22号です。今回はいつも制作を行っている私の作業環境について少しだけ紹介していこうと思います。部屋の広さはだいたい3畳分くらいで、もともとは玄関だったところをリフォームして部屋にしています。工作するテーブルと塗装する場所は分けてあり、テーブルの場所とは反対側に塗装ブースがあります。塗装ブースは自分で作ったものですが、スチレンボードで作った簡単なものです。全長70センチ程度の大型の旅客機でも塗装できるように、間口はできるだけ大きく取っています。排気用のファンには通常の扇風機を使っています。扇風機は3000円程度のものを使っています。壁の一段へこんでいるところには、主に現在取り掛かっているキットを置いています。実はここはかつて下駄箱だったところです。工作用のテーブルはダイニングテーブルを使っています。例えばこれぐらいの大きさの旅客機でも楽に取り回しができるくらいの広さを確保しています。照明は現在このような感じになっていますが、当初はこのような3000円程度の安い電気スタンドを使っていました。しかしこれでは少々暗かったので、高校の時に使っていた電気スタンドを出してきましたが、結局これも暗かったので、新しく LED のアーム式電気スタンドを買って使っていました。そこへ先日、弁久さんから新たに電気スタンドをいただきました。明るさは従来のものと同じくらいですが、テラスエリアがより広いので、より明るく感じます。中央のダイヤルを押すとつきます。そのダイヤルを左右に回すと、明るさを調節することができます。ダイヤルをもう一度押すと、今度は色温度を調節できるようになります。 2700K から 6000K の間で調節できます。点灯していない時でも周囲の明るさを常にモニターしていて、明るさが足りている時はグリーン、足りなくなるとレッドのランプがついて、周囲の光量の過不足を教えてくれるようになっています。根元には充電用の USB 端子がついているので、スマホなどの充電に便利です。デザインも洗練されていて、照度も2000ルクスあり、これは一般に窓際の明るさとされているものなので、普段これで明るさが足りなくなることはないはずです。消すときは本体のセンサーに手をかざして消します。というわけでだいぶ駆け足になりましたが、部屋の中の詳しいことはおいおい紹介していきます。ご覧いただきありがとうございました。